ではこの時間はストボ IR のコーナーをお送りいたします。ゲストご紹介します。ジャスタック市場に上場の証券コード3776株式会社ブロードバンドタワー代表取締役会長兼社長 CEO でいらっしゃいます藤原博さんです。藤原社長どうもこんにちは。こんにちは、よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。まあ、いつもねこの時期になってまいりますと社長にご登場いただけるわけですが、ありがとうございます。直近のところのその足元の業績みたいなところからまずはお話をいただけますでしょうか。はい、私どもの6月期決算でございますので、はいはい、ちょうど閉まったのが第一四半期ということになります。はい、で売上高は前年度と見ていただきますと若干の伸び、うん、そして営業利益と経常利益が若干落ちていると、はい、まあ、こういう、業績でございますが、うん、まあ、その理由はですね、やはり第二創業期ということで、うん、新しい事業を今準備しておりまして、うん、はい、先行投資分が営業利益と経常利益を引っ張っているという、うん、まあ、全体的には黒字基調は変わりないんですけども、まあ、黒字基調の間に新しい事業を仕込んでおこうということが表れているかなというふうに見ております。うん、あ、なるほど。はい、売上がこれだけ、ね、増えて 5% 以上増えていらっしゃると、はい、こういうことであります。はい、その新しい事業ってのは どういう、はい、一つはですね、e コマースの、はい、プラットフォーム支援ということで、うん、これは子会社の BBF がやっておりまして、まあ、ここを強化しているというのが一つとですね、はい、それから決済に関わる新しい事業会社としてルディアというのを昨年の8月に設立いたしまして、うん、まあ、これが本格稼働しているということで、うん、売上はまだ若干でしかないんですけども、まあ、先行の開発投資などが進んでいるということで、うん、結果的に連結しますと減益ということになりますが、このルディアに関しては来期からはですね、はい、まあ、もはや回収フェーズに入れるんじゃないかと、まあ、期待している重要な子会社でございます。これ e コマースはもう今ねもう大発展をする可能性の ねところがありますが、はい、まあ、そういった意味では今もお話も含めて最近のトピックスといいましょうか、今どんな話題が、はい、やはり一つの大きな流れは日本で東京オリンピックパラリンピックが2020年に開催されるわけですけれども、はい、やはり決済のインフラ自身がまだまだ日本は遅れておりまして、まあ、観光先進国のフランスなどと比べますとですね、うん、現金決済比率が高すぎるんですね。あ、日本はね、はい、まだね、やはりそのデジタルマネーであるとか、クレジットカードの利用がやはり特に小口ではほとんど使われてないという状況ですので、ここをやはりあと6年の間に、まあ、世界の先進国並みに持っていかなくちゃいけないという我々使命感もありまして、それでこのルディアという会社は、うん、世界一のですね、決済ソリューション会社のフランスのインジェニコという会社と、はい、独占代理店契約をしておりまして、まあ、ルディアはこのインジェニコのソリューションを中心に、うん、まあ、世界に通用する決済インフラを作ろうという、うん、まあ、ビジョンのもと昨年設立しまして、今は先行投資、まあ、今期は先行投資ですけども来期からは回収というふうに考えております。肝ですよね、その決済のところは ね、それから私どもの本体の事業はデータセンターのまたに草分けということで、うん、まあ、ほとんど の日本の大手 のインターネットサービス企業さん、ヤフーさんとか、はいはい、楽天さんとかですね、SBI 証券さんとか、うん、サイバーエージェントさんとか、そういったさまざまなリーディングカンパニーをお手伝いしてるんですけど、うん、やはりデータセンターからクラウドへという、はい、今シフトが進んでおりまして、うん、はいはい、データセンターよりもクラウドの方が売り上げが少ないんですね。なるほど。まあ、そういった意味で本体事業 そのボリューム的な意味では、うん、伸びが止まっているように見えるんですけども、クラウドも本格的にやりますとですね、うん、やはりセキュリティというのは重要になってまいりまして、そうですね、情報資源を全部私どもが提供しますので、うん、例えば金融業界のような非常に手堅い業界はですね、なかなかクラウドは信用されない、うん、そこでできたのが、うん、セキュリティ認証であります。認証、はいはい、これはスター認証という国際規格なんですけども、アメリカのクラウドセキュリティアライアンスとイギリスの BSI という英国規格協会が共同で開発した新たなクラウドセキュリティの規格をですね、国内企業で初めて私ども取得させていただきました。はい、これはやっぱり
一つの大きな武器ですね。そうですね、うん、まだまだクラウドの信用を勝ち得ていくのはこれからなんですけども、まあ、第一歩が、築けたかなというふうには思っております、うん、はい。まあ、今フリップ出てますけれども、そのデータセンターっていうか、まあ、データの部分とこの太陽光発電もおやりになってないですか。はい、これはやはり、再生可能エネルギーへのシフト、例 の、 福島の第一原子力発電所の事故以来ですね、まあ、世の中の機運はできるだけ再生可能エネルギーの比率を高めようという、まあ、長期的なニーズがありますので、はいはい、まあ、ご存知のフィードインタリフ制度で、うん、買取制度、まあ、ちょっと日本ドイツなんかと比べて高すぎるんじゃないかということで、最近九州電力さんとか、ね、いっぱいいっぱいになっちゃいましたね。四国電力さんとかが少し接続を控えるようにということのようですけども、はい、まあ、これはかなり前から準備していた太陽光発電所をですね、オープンしまして、まあ、平成25年度に25年にですね、防府市に、山口県防府市に、まあ、すでに発電をして順調に発電しておりますけども、うん、26年10月、まあ、つい先月ですね、群馬県の水上におきまして、うん、2カ所目の太陽光発電所の着工を、これはかなり前から準備した分でして、はい、まあ、全体でそうですね10メガワットぐらいまでの分は準備しているつもりなんですけども、まあこれを徐々にオープンにしていって、まあ買取価格がおそらくどっかで下がると思いますので、まあそこら辺でも我々は打ち止めかなと思ってますけども、あ、まあ、大体この2カ所ぐらい、もう少しあるんですけど、はい、もう少しあるんですけども、長年準備した分だけはオープンにして、ここはまあ、でただ私どもの狙いはですね、この発電事業から得たノウハウを、うん、IT のサービスとして横展開するというのが狙いでして、まあ、私どもの業界では IoT とか M2M と言ってますけど、はいはい、インターネットオブシングス、物のインターネット、うん、人じゃなくて、うん、それから M2M 機械と機械、うん、マシンとマシン、まあ、こういったノウハウを獲得するためにこの発電事業をやっておりまして、うん、まあ、私どもの太陽光発電所にはセンサーネットワークが張り巡らされておりまして、まあ、そこで集まってくるデータを分析して発電効率を上げるとか、うん、エネルギーマネジメントをどうしていくかというような、ははどちらかというと IT のソリューションを作るためにやっておりまして、なるほど、はい、まあ、それには これが単なるこう金儲けのための事業ではない、はい、これは多くの方が金融商品として扱ってられますが、私どもの狙いは、うんうん、エネルギー管理技術を習得するためのテストベッドという位置づけなんですね。なるほどね、はい、さあそしてもう一つなんか受賞をされた、はい、これ久しぶりなんですけども、これはどういう、これはですね、デロイトトーシュートーマツさんが、テクノロジー企業の急成長企業ベスト50を表彰するという制度でして、はい、うん、私どもこれ実は5回目になるんですけども、未上場企業の間が強いんです、この企業、この制度は制度は、はい、要はどれだけ成長したかという、はいはい、でも上場しますと株主さんのこともありですね、やっぱり利益を犠牲にして成長だけというわけにはいきませんの で、うん、そうですね、非常に保守的になるわけですね、うんうんうん、まあ、我々だから利益水準を維持しつつ、うん、事業規模も大きくするということで、68% の成長を3年間でしたんですね。はあ、これは上場企業としては多分珍しいことだと思います。44位ではありますけど、あ、上の方の1位2位というのは大体スタートアップの企業さんで、ドーンっていく時ですよね、はい、初年度1000万、はい、3年後に10億とかいったらもう大変な、もう何千パーセントで、そうですよね、はい、我々はまあ267億円の、うん、規模にする前にですね、うん、今から 68% ぐらい事業規模は少なかったと言います。なるほどね、はい、まあ、それほど、まあ、いわゆるこれがもっとドーンといく感じも先ほどの事業が、やはりですね、267億円をなりましたからね、はい、それをその2倍3倍にするのはそう簡単ではありませんし、やはりこれはステディにやってる中での、うんうん、まあ、株主様へのご報告ということですね、はい、こういうことです、はい、さあそういった意味ではその経営方針ですね、今後の経営方針ちょっとお伺いしたいんですが、はい、既存事業はやはり大事ですので、うん、まあ、私ども既存のデータセンター事業というのはやはりコアコンピタンスだということなんですが、はい、やはり単価も下がってきておりますので、やはり付加価値の高いクラウドへのシフトというのを今進めております、はい、でもまだまだ事業規模で言いますとですね、うん、データセンター事業大体1兆円市場なんですね、ほうほうほう、日本の市場は、はい、でクラウド市場はまだ
1500億とかの市場ですので、これがデータセンター市場に、まあ、追いつくまでにはまだ5年以上かかる中で、でも5年後にはかなり拮抗してまいりますので、それだけのあれがあるということですね。まあ、だから成長市場のクラウドへのシフト、一瞬売上は若干落ちますけども利益率の高い事業へと変えていこうという、まあ、ビジネスモデルチェンジを今既存事業についてはしております。先ほどのスター認証というのはその例でして、まあおかげさまで最近金融関係でも生命保険会社さんなんかからも新しく注文が取れたりしまして、そうですか、それはよかったですね。やっぱりそれは一つの成果だと。それから新規事業はですね、やはりデータセンターをご提供するだけではなくてですね、自分自身がデータセンターを使う事業ですね、これもしていくということを考えておりまして、これを総称してスマートコンバージェンスと言っているんですけども、これはIT インフラを提供するのが私どもの今までの事業モデルですが、IT インフラを自分たちで使いつつ新しい付加価値サービスを提供していくと。なるほど。まあ、先ほどのエネルギーマネジメントもそうですし、ですね、ファッションの e-commerce もそうだった。決済インフラもそうですけど、その他にもいくつか今考えておりまして、自分たち自身がデータセンターを使う事業をスマートコンバージェンス、これは新規事業になります。それからグループ全体、やはり日本の経済は今日もGDP の成長がマイナス 1.6 ということですが、世界平均はもうちょっと高いわけがありまして、まあ最近私もオーストリア政府に招待されてですね、ウィーンで東欧の人たちと交流してみたんですけど、やっぱ東欧なんかはヨーロッパの中でも非常に経済発展してる、アジアは東欧、中南米、こういったところの成長まあのエネルギーをですね、いろんな意味で我々が享受できるように、まあまあ、中国ももちろんそうですけど、海外比率を、まあ、上げていきたいなということを今後やっていきたいと思っております。さあ最後に、まあ、若干ちょっと時間もあれですが、投資家へのメッセージを一つ、アベノミクスと同じでまだ道半ばということで、私どもの第二創業期も今道半ばでございますが、利益率は今期は若干下がっておりますけれども、来期からのですね成長に向けて経営陣一同チャレンジしてまいりますので、引き続き、ご注目いただいて応援をしていただければというふうに思っております。今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。この時間は株式会社ブロードバンドタワーの藤原博会長にお越しいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。